1977年の干拓仮上工場と周囲約500メートル範囲。上が、幌延方面。羽幌側に水路上の渡骨内側。左に国道232号の旧道と建設中の振動が並ぶ。一両ほどの長さしかない簡易型ホーム上横に水色の屋根の待合室が見える。周囲は、落農地帯でほとんど家がない。 国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成干拓仮上工場は北海道手塩郡手塩町あざさらキにかつて存在した日本国有鉄道羽幌線の駅である。羽幌線の廃線に伴い1987年3月30日に廃駅となった。昔沼地であったところを干拓したのでついた名称である。 廃止時点で一面一線の単式ホームを有する地上駅であった。ホームは線路の西側に存在した。ホーム上の待合所のみで駅舎は存在しなかった。2001年時点で移行は残されておらず、跡形もなくなっている。また、2001年時点では、東仮上工場跡付近のとこ内な側にコンクリートの橋台が残存していた。 2010年時点でも同様であった。ありがとうございます。